音頭の瀬戸は、広島県呉市にある本州と倉橋島の間に存在する海峡のことである。この瀬戸とは海峡を意味する。瀬戸内銀座と称される、瀬戸内海有数の航路、平清盛が開削したという伝説、風光明媚な観光地として知られている。本州側の呉市警護屋と倉橋島の呉市、音頭町との間にある海峡で、北側が警護屋7丁目と音頭町三軒屋の花、南側が警護屋町美咲と音頭町、清盛塚。ほぼ南北に伸びる海峡で、南北方向約1000メートル、幅は北口で約200メートル、南口の狭いところで約80メートル。東海地方伊良湖水道の古い線道下に、阿波の鳴門か音頭の瀬戸か、伊良湖度合いが恐ろしやと謳われているように、海の難所として古くから広く知られていた。広島湾から安芸灘へ抜ける最短コースであるため船の通行量はとても多い。安芸群島の倉橋島、能美島などを離島華僑でつなぐ出発点でもある。古来は砂州あるいは点在する岩礁を伝って歩いて渡れていたとする伝承がいくつもあり、昭和初期までは干潮時には海岸に沿って砂浜が現れていた。一方で地理学的に見ると古来から全くつながっていない海峡であり、交通の要所であったとして否定されている。地形学で見ると、歴史地理学で見ると、瀬戸内海広島湾周辺の水道あるいは瀬戸は、全国的に見ても潮流が速く、潮の緩慢で、周期的に潮流の方向が変わる。その中でもここでは、さらに細かく、流れが変化する特異な峡水道である。この特異な潮流から、海の難所として知られ、清盛の睨み潮伝説が生まれ、音頭の舟歌では、一条五尺の櫓がしわると、歌われている。河口幅は、本航路が幅60メートル、最浅水深し5メートル、その両外側に補助航路、水深3メートルが設けられている。南北双方とも橋梁の下を通ることになり、北口が満潮時桁下 39.0 メートルの第2音頭大橋、南口が満潮時桁下 23.5 メートルの音頭大橋になる。現在の航路は1957年までに運輸省、現国土交通省が掘削整備したもので、1976年、開発保全航路に指定されている。北側の広島港及び呉港から南側の安芸灘を最短距離で結び、関西及び四国地方へとつながる航路の中にある。貨物船、輸送船などの内航小型船を中心に、漁船やプレジャーボートのほか、高速旅客船、そして低速の台船、A船などが航行する。1日あたりの船舶交通量は1960年代で約700隻、1990年代で約500隻。狭い河口幅、多種多様な船舶が通る交通量の多さ、強くかつ複雑な潮流に加え、南側は約90度変身して、幅500メートル長さ1000メートルの航路筋があり、さらに見通しは極端に悪いことから危険な航路である。日本における代表的な右側端航行困難な峡水道である。そうした状況でありながら、海上保安庁の周知もあり他の峡水道と比べて海難事故は少ない。海保が規制している海域の航法は以下の通り。現在の渡船、音頭渡船あるいは音頭の渡しは、航路約90メートルで、渡航時間は約2分、日本一短い海上定期航路と言われている。乗客一人でも運航し、桟橋に立っていれば、対岸に船がいても迎えに来てくれる。そのため、時刻表はなく、午前5時半から午後9時の間、いつでも運航している。幅の狭い海峡であるが強い潮流であるため泳いで、渡ることができなかったことから、古くから渡船という手段が用いられた。現在の音頭渡船の形は江戸時代からと言われている。そして、いつ頃からか急流から舟歌、音頭の舟歌が作られ、歌われている。戦後は、1日あたり平均250往復、6000人から7000人、軽車両2000台が利用していた。渡船は24時間開かれ、4隻で船頭10人以上で運航していた。こうしたことから安全な交通手段としてそして温度調発展のため様々な計画が上がる中で離島架橋が決まり、1961年当時は有料橋として温度大橋が架橋した。1974年に無料化し、現在に至っている。ただこの温度大橋は歩行者には不便な橋であったため、温度渡船はそのまま続き、さらに広域交通網整備、特に安全確保と災害時の緊急道路として2013年、大温度大橋が架橋された。一方、温度渡船の客は、こうした中で2010年代で1日あたり、約200人、架橋前の1:30ほどにまでに落ち込んだ。温度大橋より利便性が高かったため、通学する高校生にとっては必要であった。歩道が整備されている第二温度大橋架橋が決まると必要性が減ることから、地元住民により渡船を守ろうとする動きが始まり、呉市は運営に補助金を出し、さらに地元では観光展開し、アピールに努めている。温度という地名の由来の一つに、因渡しがある。これはこの海峡を干潮時に歩いて渡ることができたことから、因渡しと呼ぶようになったという。伝承によれば、温度には、奈良時代には、人が住んでいたと伝えられている。当時海岸はすべて砂浜で、径小屋と幅三尺、約 0.9 メートルの砂州でつながっていた。その付近の集落を隠れて渡るから、因渡しあるいはインドと呼んだ。そして、ここを通行していた大阪商人が書きやすいようにと、因渡し、インドから温度を用い出したのがこの名の始まりであるという。その他にも、平家の落人が渡ったことから、あるいは海賊が渡ったことから、呼ばれ出したという伝承もある。瀬戸内海を横切る主要航路は、朝廷によって、浪速から太宰府をつなぐものとして整備された。古来の倉橋島南側の倉橋町は、長門島と呼ばれその主要航路で、潮待ちの港が存在し、さらに遣唐使船がこの島で作られたと、推察されているほど古来から造船の島であった。温度北側に渡し子という地名があり、これは7世紀から9世紀に、交通の要所の置かれた、公設渡船の渡し森にゆくることから、古来からこの海峡には、渡船があったと推定されている。つまり、遅くとも、奈良時代には、倉橋島の南を通るルート、そして北である、この海峡を通るルートが成立していたと考えられている。この海峡で有名なのは、永満元年、1165年旧暦7月10日に、完成した平清盛が開削したとする伝説である。この海峡は繋がっていて、開削するに至った理由は、厳島神社参詣航路の整備として、荘園からの租税運搬のため、日宋貿易のための航路として、海賊取締りのため、など諸説言われている。亀山神社が大破し、後に清盛により、厳島神社と共に再建されたという。工事には、連日数千人規模で行われ莫大な費用を要した。工事は思ったように進まなかった。工事安全祈願のために、一柱の代わりに一時一隻の橋石を海底に沈めたと言われ、その地に石塔を建立。これが清盛塚である。温度とは、この清盛のことが由来とも言われている。他にも、毛小屋は、この工事の際に飯炊き小屋=食小屋が置かれたことから、温度町比吉は小淵を掘削土で埋めた場所と言われている。清盛は1181年、治承5年に死ぬが、火招きが災いしたとも言われている。この話は、古くから、真偽は疑われている。大きな要因として、当時の朝廷の記録及び、清盛の記録に、この工事のことが全く記されていないためである。清盛が、安芸守であったこと、厳島神社を造営したこと、大輪田泊、現神戸港や、瀬戸内の航路を整備した事実があり、この海峡両岸一帯の荘園、尼荘は、清盛の弟である、平頼盛が領主で、あった子から、この海峡に清盛の何らかの影響があった、可能性は高い。記録がないのは、源氏による鎌倉幕府が成立して以降、平氏の歴史が消去されていったためと推察されている。地元呉市ではこの伝説は事実として語られている。一方で、偽説であるとする根拠はいくつかある。上記の通り、地理学的に考察するとそもそもつながっていなかったとする説がある。日本全国に点在する火招き伝説の起源は、龍安、淮南湖内の説話で、そこから広まったことが定説となっている。睨み潮も、淮南湖の中に同じような話がある。人柱の代わりに小石に一切経を書いたという伝承は、平家物語では、経が島のことである。文献で見ると、1389年、洪王元年、今川定代、六王院伝厳島前歴にはこの海峡を通過した情景は書かれているが清盛のことは一切書かれておらず、現在もこの地に残る清盛塚にある宝鏡院塔が町時代の作であることから、この伝説が単なる作り話であるならば室町頃に成立したものと考えられている。時代が下ると、1580年、天正8年厳島神社神官、棚森房明覚書に、清盛服より月も出てあり、音渡る瀬とその右利日堀、安土桃山時代に書かれた、平田宿州こと、照本公五条楽日記には、清盛の石塔が書かれている。この話が広く流布したのは、江戸時代後期のことで、評判の悪かった清盛が儒学者によって再評価される流れとなったことと、寺社参詣の旅行ブームの中でのことである。中国山地壬生の花田植えにこの伝説の田植え歌があることから、かなり広い範囲で伝播していたことがわかっている。この地の地名起源と清盛、平家伝説とが結びついた話は、こうした中で文化人や元民が創作したものと推定されている。ただ近代では、清盛伝説は、大衆文化での人気題材にはならなかったこと、代わって軍人など新たなヒーローが好まれたことなどから、この伝説は全国には伝播しなかった。中世、瀬戸内海の島々は荘園化が進められ、畿内に租税が船で運ばれていった。航路の難所では、航行の安全を確保するとして、水先人が登場し、そして警護料。通行料を取るようになった。これが、警護衆、水軍の起こりである。南北朝時代、警護屋は、警護屋氏が支配し、周辺の豪族とで、呉衆と呼ばれた、連合組織を形成していた。呉衆は、周防守護大内氏の傘下にあり、大内水軍として、各地を転戦している。ただ、京阪通史には、警護屋の城は、宮原隼人の居城であると示されていることから、警護屋氏は没落したことになる。六王院伝厳島前歴には、音頭の瀬戸に入った足利義満の前に、大内氏傘下耕氏の坊が来て、大内義弘が治参している理由を義満に弁明したことが書かれている。一方で、倉橋島北側の音頭町は、当時、畑見島と呼ばれ、矢野城、現広島市安芸区を根城とした大内氏傘下の間氏が支配し、瀬戸城、あるいは畑見城をその拠点とした。1421年、応永28年の間氏は、竹原小早川氏と縁組を結び、嫁がせた娘の扶養料として一代限りの期限付きで島を譲渡した。後に、野間氏は援助の見返りとして、小早川氏に島を永久譲渡した。上記の清盛塚にある、宝鏡院塔が室町時代の作であること、塚がある地は建立当時友好関係にあった野間氏と小早川氏に関係する縄張りであることから、その建立に2社が関わっていると推定されている。1466年、文正元年小早川氏は能美氏に畑見島を守らせ、瀬戸城主とし、能美氏は瀬戸千円を名乗るようになる。同年、野間氏は約定を破り畑見島へ出兵。これにより小早川氏との対立が明確なものとなった。二者は共に大内氏傘下の関係にあり、二者の対立を大内氏が収めたが、応仁の乱のどさくさに紛れ野間氏は出兵し瀬戸城を占拠する。小早川氏が奪い返した後、大内氏はこの紛争に介入し、畑見島は二者による分割統治という妥協案を飲ませた。1523年、大永3年大内氏と対立していた、出雲尼子氏が秋に侵攻してくると、再び、野間氏と小早川氏との抗争が活発化した。1525年、大永5年小早川氏の瀬戸健勝、野見健勝が、野間氏を強羅追い出し、これ以降畑見島は、小早川水軍の拠点の一つとなった。伝承によると、清盛塚の周りの石垣は、小早川隆景が整備したと言われており、そのことを記した石踏みが、塚内に立っている。近代に入ると、旧海軍により、呉鎮守府設置が決まると軍港として大きく発展した。近代において、この地は、軍港の南側の入り口であり、船場であり漁師町であり、商家の土蔵や料理屋が並びに賑やかな港町を形成していた。そして呉鎮や当時東洋最大規模となった呉海軍工廠が置かれた呉市へ、倉橋等の住民は出稼ぎに出るためここを渡船している。昭和初期、倉橋等の北側である渡越島村では2割が交通業、渡船の操船などに従事していた記録が残る。また、警護屋の南側にある標高218メートルの高烏山には、1901年、明治34年軍港を守る目的として、旧陸軍により、呉要塞、広島湾要塞、高烏砲台が設置された。後に、旧海軍に移管され、28センチ榴弾砲6門が装備された。呉軍港空襲の最終局面では、航行が難しくなった。旧海軍の艦艇が浮き砲台として周辺海域に配置され、アメリカ軍はそれを目標に攻撃している。日本の著名な船歌の一つ。いつ頃からか船頭の船歌が作られた。江戸時代には歌われていたとされ、渡船の近代化により歌われなくなっていったが、昭和30年代に高山国政が編曲したものが今日の音頭の船歌となり、昭和39年保存会を設立し、歌い継がれている。5年あるいは6年に一度旧暦3月3日に開催。清盛を偲んで行われていた念仏踊りが祭りの大氷と言われている。これが天保年間1830年から1844年に時代行列へと変わった。現存最古の記録は天保5年。1834年旧暦7月16日17日に行われたものになる。戦後のことである1952年から開催費用が原因でしばらく休止し、1979年呉市無形文化財に指定、1991年に祭りとして復活した。太鼓を鳴らしながら、けやりの投げやつ、開削工事者に扮した背堀、大名の所持品を運ぶハサミ箱、道中やつや、道化踊りを交えた約500人が、音頭の瀬戸沿いの道を練り歩く。1992年音頭調整60周年、記念事業として、清盛と音頭をテーマに作られた。今川貞代は1389年、弘応元年、六音院伝厳島参り記にて一句詠んでいる。来三葉は漢詩を残している。これは、現在、音頭観光文化会館うずしおに掲げられている。吉川英治は、新、平家物語を書くにあたり、当地を取材に訪れ、瀬戸を見下ろす丘に立ち一言残している。音頭の瀬戸公園に、これが、吉川直筆で書かれている、吉川英治石碑が建立されている。山口製紙の方は、句集、聖堂の中にあるもので、現在の音頭の瀬戸公園付近から、対岸の倉橋等を見て読んだ。山口の弟子にあたる橋本孝子のものは、呉港を見て読んだもの。共に、音頭の瀬戸公園に句碑が建立されている。桂原茂歌碑も、音頭の瀬戸公園に建立されている。ここでは、周辺の観光施設について列挙する。清盛塚の西側、音頭大橋に沈めにある施設。4階建て。音頭の瀬戸に関する資料が展示されており、瀬戸を望む展望台やレストランがある。音頭大橋東沈めから高烏台まで続く、敷地 22.1 ヘクタールの公園。高低差は約200メートル上までの道に沿って句碑が点在している。そして平清盛の開削伝説にちなんだ石踏み、像が点在している。2013年、第二音頭大橋が整備された際に、その倉橋東側に観光用のコミュニティ広場と、通行止めの際の展開場を兼ねた日招き広場、正式名称、坪井コミュニティ広場が整備された。北側が 0.207 ヘクタール、南側が 0.117 ヘクタール、二つの広場をつなぐ歩道橋は、初代の音頭大橋を似せて作られたもので、第三音頭大橋の愛称が付けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。